ルース・セント・デニスは、アメリカのモダンダンスの開拓者。東洋の考え方を芸術に取り入れた。アメリカン・デニ・ショーオン・スクール・オブ・ダンシング・アンド・リレーテッド、アーツの共同設立者であり、教え子には、複数の著名なパフォーマーがいる。ルース・デニスは、ニュージャージー州の小さな農場で育ち、クリスチャン・サイエンスと新知学を学んだ。母親のルース・エマハル・デニスは、訓練を受けた。 医師、父親のトーマス・ラバン・デニスは発明家。子供の頃、フランソはデルサルテの社会体操と声の文化に基づくエクササイズを学ぶ。これがセント・デニスの舞踊訓練の始まりであり、後に彼女のテクニックの発展において役立てられた。1894年、何年間ものデルサルト体操の訓練を経た後、ワースの家族劇場、博物館のスカートダンサーとして、 初舞台を踏む。この控えめなスタートから、やがてデニスは、名高いプロデューサー、演出家のデビット・ベラスコのツアーに加わるまでになる。1904年に、ベラスコ制作のデュバリー夫人で巡業していたとき、彼女の人生を変える出来事が起きた。ニューヨークのバッファローで、劇団の他のメンバーと一緒に、ドラッグストアに行くと、タバコのエジプトの神々の 広告ポスターを見たのである。ポスターには神殿に鎮座するエジプトの女神イーシスが描かれていた。この図像はたちまちデニスを魅了し、女神のイメージから放たれる神秘主義を表現するダンスを作ろうと直感した。以来、デニスは東洋の哲学に没頭することになる。1905年、デニスはベラスコの劇団を離れ、単独のアーティストとしての活動を始める。 最初のヨーロッパ巡演を行い、セントデニスの芸名を使い始めたのはこの頃である。晩年に最後のリサーチアシスタントであるポール・ホッキングズに語ったところによれば、ライナーに乗る前に荷物と共にホテルで待っていた時、ルースの名前が書かれた荷物の周りを歩き回っていた母親がそこにセントを書き足したのだという、東洋への彼女の関心から生まれた最初の作品は、 1906年に初演されたラーダーである。ヒンドゥーの神話に基づく、この作品はクリシュナ人の人間の恋人であるラーダーを演じるもので、レオドリーブのオペラ、ラクメの音楽を使用している。五感の快楽が主題であり、当時の人々の東洋への関心に訴えた。振り付けは文化的に正確、または正当的なものではなかったが、セントデニスが、 東洋の文化から受け取った主題を表現したもので、当時の観客を大いに楽しませた。セント・デニスは、ダンスは、精神的な表現であると考えており、振り付けもこの考えを反映している。1910年、夫をサロニー撮影。セント・デニスは、タバコの広告で、エジプトの女神、イシスの姿を見て、アジアのダンスの研究を始めた。夫のテッドショーンと共に、 オリエンタルな作品で知られた。1911年、テッド・ショーンという若いダンサーが、デンバーでセント・デニスの舞台を見て、直ちに芸術的な愛の感情にとらわれた。1914年、ショーンは彼女の生徒となり、すぐに芸術上のパートナー、そして夫となった。そして共に、アメリカのモダンダンスの起源とも言うべきで二小音を設立する。 その有名な生徒の一人には、マーサ・グレアムがいる。セント・デニスとショーが、ロサンゼルス・デニ・ショー音楽校を設立したのは1915年のことである。生徒たちは、裸足でのバレエの動作を学び、世界各地の民族舞踊、エミール・ジャック・ダル・クローズのリトミック、およびデルサルト体操を学んだ。1916年、彼らはエジプトをイメージしたダンス作品集を制作する。 セントデニスとショーンのデュエットであるティラース・オブ・ザ・ソイルや男性のみによるピリック・ダンスはその一部である。東洋をめぐるセントデニスの探求は続き、1923年にはバビロニアの女神を描いたイシュタル・オブ・ザ・セブン・ゲッツを初演。セントデニスとショーンは1910年代と1920年代を通じて巡演を行い、しばしばボードビルの舞台でも、 作品を上演した。デニショーン舞踊団は1925年から1926年にかけて日本からインドまでにわたる大規模なツアーを行い各地の舞踊家たちと交流した。日本では7代目松本幸四郎からもみじ狩りを習い、レパートリーに入れている。中国では梅蘭方と会い、葉王べっきをもとにした作品を作った。 インドでは、インド舞踊に基づく作品を上演して熱狂的な反響を得た。デニショーンで学んだ生徒たちのうち、よく知られるダンサーとしては他に、ドリス・ハンフリー、リリアン・パウエル・エヴァンバローズ・フォンテーヌ、チャールズ・ワイドマン、などがいる。グレアム、ハンフリー、ワイドマン、そして後に、無声映画のスターとなるルイーズ・ブルックスはいずれも、デニショーン舞踊団のダンサーであった。 デニショーンでは、セント・デニスが若い生徒たちにインスピレーションを与え、ショーンがテクニッククラスを指導した。セント・デニスとショーンは、伝説的なダンスフェスティバル、ジェイコブズ・ピローの設立にも深く関わっている。1930年までに、デニショーンは解散するが、セント・デニスは、ダンス、教育、振付の仕事を独自に続け、他のアーティストとのコラボレーションも行った。 セントデニスは東洋の神秘からリズミックコアオブダンサーズによる宗教とダンスの組み合わせへと移行した。これらの作品を通じてセントデニスはかつて自ら女神になることを希求したのと同じ仕方で聖母マリアになろうとしたのだと言われる。1938年セントデニスはアデルフィ大学に舞踊プログラムを設立した。これは アメリカの大学で最も早く設立された舞踊学科の一つであり、今では同大学の舞台芸術部門のようとなっている。1940年には二つ目の学校として、ナタヤ学校を共同設立し、オリエンタルダンスの指導に力を入れた。長年、セント・デニスは、火炎が大通りに3433にある自身のスタジオでダンスを教えていた。 1962年9月16日の日曜日、セントデニスは工業士のレーモンド・ディ・ボーマンと組み、スタジオでバリ島の影絵芝居の8時間以上にわたる上演を行った。これはアメリカ発の試みであった。ルース・セントデニスは、1968年7月21日、心臓発作のためロサンゼルスのハリウッド長老協会病院で亡くなった。89歳だった。 セントデニスが残した遺産は、東洋風のダンス作品のレパートリーのみならず、後にモダンダンスの世界で中心的存在となったデニショーンの生徒たちも含まれる。現在、多くの舞踊団がセントデニスの代表的なソロ作品集をレパートリーに入れている。例えば、モダンダンスの開拓者たちによる有名なソロ作品の、ショーケース・ザ・アート・オブ・ザ・ソロプログラムなどである。 2006年9月29日には、セントデニス初期のソロ作品が、ボルチモア美術館で上演されている。100周年記念行事では、ギリシャのアナスタシア・タマキス伯爵の移植による、ラーダーの創園が含まれていた。この、プログラムのディレクターであるミノ・ニコラスがこうした主要な、ソロ作品の復元に尽力した。1987年、セントデニスは、 国立ダンス博物館のコーネリアス・バンダービルト・ホット・ニーフサ記念伝道に登録された。国際組織世界平和のダンスはその創作における発想がルース・セント・デニスに多くを追っていると表明している。世界平和のダンスではスピリチュアルダンスと体の神秘主義に関するセント・デニスの未発表原稿を数多く出版している。ありがとうございます。